こんにちは MB です今日は GU の新作レビューでございます気が付いたら GU 新作秋冬の新作をですねずらっと発売しておりました今回はトップスメインですねトップスの新作をいくつかお話しさせていただきますシャツだったりニットだったりカーディガンだったり、まあ、どれから買えばいいのか迷ってる人も多いと思うんですけれども、まあ、ちょっと秋冬買うには早い時期かなとは思うんですが、まあ、だからアウターの紹介とかではなくて 今回はトップスですね秋冬の買い物一発目の時に参考になるような動画になっておりますのでぜひ最後までご覧になってみてください今年の GU もまあいいですよよかったらチェックしてみてくださいその前に私毎週日曜日自分のオリジナルブランド MV アイテムの新作を必ず発売しておりますハイエンドなブランドラグジュアリーなブランドメゾンブランドが使ってる素材を使ってですね全く同じものを使って可能な限り安く出すっていうことを僕らよくやっております、まあ、ハイブランドメゾン とかあとデザイン性が極めて高いいいいいのでなななかなかこう踏み一歩踏み出せととう方多いと思います僕らはまあ同じ素材を使っているけれどもシンプルなデザインに仕上げてあるので、まあ、そこをね踏み台にうちを踏み台にしてもらってハイブランドとかの魅力がさらに伝わればいいかなと思ってますのでうちの MV アイテム手に取ってみていいなと思ったら是非ですねそういったいい素材を使っているメゾンだったりとかハイブランドのお店に行って実際にもっとデザイン性の高いものを着ていただきたいなというふうに思っています。 そういういハイなところに行くための階段のためのブランドとして僕らをやっておりますユニクロとか GU とかからさらにいいブランドに進む時のね階段になるような踏み台になるようなブランドですのでよかったら概要欄の方から MB アイテムストアのリンク踏んでみてくださいよろしくお願いします見てみるだけでも本当見てもらうだけで嬉しいですよろしくお願いします さあそれではいきましょうまず最初僕着てるものからいきましょうかこれがウォッシュドクルーネックセーター2990円でございます色はこの2色を僕は買ってきましたえっ、ー、とね色はねこのパープル 僕が着てるのはパープルで、これが一応オリーブっていう風になっております。製品加工をしてあるものですね。あんまりユニクロとかだと、兄弟ブランドのユニクロとかだと、こういう大胆な製品加工ってあんまりやらないと思うんですけど、まあ、GU はユニクロよりもその生産ロットが少なくて、買う人もある程度そのオシャレ着用に買う人が多いと思いますから、ユニクロってどうしてもその実用品として買われる方も一定数、一定数っていうかそっちの方が多いのかな多いと思うので、製品としてのその 安定を望む方がすごく多いんですよ。でもそれをされると、こういう古着加工みたいなことでできないのね。 なんでかというと古着加工って製品にムラが出てきてしまうからっていうのがまずありますよね製品加工のものって例えばこれと並ん横並びになってる同じ商品の違う何ていうかな何枚もこうバーッと並んでるじゃないでものによってちょっと加工の具合が若干ブレてたりするじゃないですかまあもちろん GU ぐらいの企業になるとそのブレをなるべくなくすためにいろいろやられてるとは思うしブレが発生するようなもうクラッシュ加工みたいなことっていうのはそんなに GU でもさすがにそこまでやらないまあ積極的にはやってないと思う ユニクロってほとんど全くできない例えば毛玉の加工ネルシャツに毛玉の加工とかって普通のブランドよくやりますよねネップ加工って言いますけど毛玉がついたみたいな寝るシャツとかってよくやるけどユニクロってほとんどできないんですって何でかっていうとこれ毛玉ががいいててててるるじゃなかかっっっクレームが来るからってよく言ってます、まあ、最近はできるのかなどっか分かんないですけれども、まあ、超大型店専用とか、まあ、そういうその区分を分けてゾーニングしてやったりもするので、まあ、その限りでは今ないのかもしんないんですけれども。 GU の方がこういうビンテージ加工とかっていうのはそういう意味で得意ですよねユニクロに比べて実用品として買う人が少ないのでおししゃれ着として振り切ることがでできるわけですこれなんて本当タグが付いてなかったら。 タグがハイブランドついてたらハイブランドの製品かなって普通に思っちゃうぐらいのクオリティの高さだと思いますだってこれ素材も綿100なんですよ綿100のニットで,でなおかつヴィンテージ加工製品加工して本当に古着みたいな風合いになっているししかもこれあのインサイドアウトで本来裏にあるべき縫い合わせの部分とかが表に出てるんですね、まあ、僕今着てますけどこういうやつですねこういうその縫い合わせの部分って普通裏側にくいもんですけど裏返したみたいな 風合い雰囲気になってるわけですね。だから裏返したみたいな雰囲気で、しかも製品加工をかけて古着をバンバン着て焦っちゃった。退職したみたいな雰囲気に仕上げてあるので、今トレンドのヴィンテージの雰囲気に近いわけですよね。で、サイジングもオーバーサイズ。まあオーバーっていうかリラックスサイズぐらいになっていますので、本当に今のトレンドをしっかりついた。 デザイインアイテムだと思います、まあ普通のねクリーンなそのニットとか T シャツとかでもいいんですけどやっぱりこういう加工感が入ってると1枚ででたにに地味なならなくて済むんですよね、まあ、もちろん今のトレンド感的にこういうものが望まれるっていうのも好まれるっていうのもそうなんだけど単純な組み合わせの話としてコーディネートの話として1枚できた時にこ色ムラとか製品の,その加工ムラみたいなのがあると地味にならないからシンプルな着こなしで成立しちゃうんですよね。これに例えば黒のワイドスラックスとか 合わせるだけでなんとなくぽく見えるのがこういうヴィンテージ加工の大きな魅力だと思います今っぽいブランド品っぽく見えてくれるのでこの値段でこの雰囲気が作れるっていうのはなかなか他ブランド探してもないんじゃないかなと思いますこれね前回も展開されていてあの今年の春夏だったかなにも展開されていて今回色展開が増えたっていう感じですねシルエットも素材感もほとんど変わってないです前回もコットン100で作られていて僕ベタバメした記憶がある パープルカラーとかなかったと思うので今回色展開が追加されたっていう感じですね変わらずこれすごくおすすめでございます本当に騙されたと思ってゲットしてみてくださいで通気性も比較的いいしコットンなんであんまりそのこもるような厚さもないので秋のの最初の着こなしとしととてすすごくいいと思い思ます T シャツ着てたけどじゃどうしようかなって考えた時に、まあ、ロン T でもいいしこういう少しね軽いライトウェイトなニットとかを選んであげたりすると最初のね秋の 着こなしとしてはめちゃくちゃいいと思うし、でコットン。 なんで春も使えるわけですよ春秋で冬はインナーとしても使えるしなかなかレンジの広いアイテムなんじゃないかなと思いますそれで2,990円でしょむちゃくちゃおすすめですそしてですねこのウォッシュドクルーネックセーターのシリーズでウォッシュド V ネックカーディガン2,990円こちらもありますこれも前回展開されていたもので全くコンセプト一緒ですねこれとまあ製品加工をしてあって古着っぽい風合いに仕上げたカーディ アリガンって感じですこれもコットン素材になってるので風合い光沢感がちょっとあって高級感めちゃくちゃありますこれマジですごいと思うこれよく2990円で作れるね全部裏返してるみたいなデザインになっていてこの前立ての部分とかも基本なんか裏返したみたいな出方になってるあの合わせになっているのでこういう部分も含めてですねブランドもの見えすると思いますので本当 GU とはとても思えませんあと今回ちょっと僕ひそかに褒めたいなと思うのがボタンで ボータンも今回加工感が出てるんですよ。よく こここんんなことするねねボタンにこれ製品加工してんだよ、ね、きっとね普通に売ってるボタンに加工してるんだと思うんですよこれ染料がついてるからだからこのボタンもね製品だけ生地だけじゃなくて加工してまあだからまあ製品に仕上げてから加工するのでボタンもまあちょっとこう加工の染料とかが入っちゃってるだけだとは思うんですけどこれすごいいい具合になってますよなんかやっぱりボタンどうしても安っぽいじゃないですか量販店って。でもも今回のものはやっぱ風合いすごくよくよ 出ていていですねなんかいい具合に加工によるものなのか削れた感じで本物の水牛ボタンっぽく見えてめちゃくちゃ高級感ありますえこれ古着屋さんで並んでて1万円ぐらいだったら勘違いして買う人出てくるんじゃないむちゃくちゃおすすめですシルエットもちょっとゆったりしてますね着てみましょうかはい あのもたつくかもしれませんけれどもこんな感じでちょっとグランジっぽい雰囲気ですねすごいやっぱかっこいいですねこれなんかこの製品加工のこのムラ感ンビンテージっぽい雰囲気がすごく出ていて単純に自由には絶対見えないと思いますまあこれにね、あのー、ブラックデニムとかのワイドで靴ちょっとごつめの革靴とか合わせたりすると本当今っぽい雰囲気になってくれると思うので是非試してみてくださいで、えー、まあニットいいんだけど MV さんニットいいんだけど僕どうしてもそのビンテージ っぽい雰囲気ってあんまり好きになれないんですっていう人のためにちゃんとクリーンなモデルも GU さん出していますそれがこちらですねこれはねススムーーーーニッットクルーネックルネセーター2290円でございます今さっき紹介していたこのヴィンテージっぽい風合いのものと比べるとかなりクリーンな雰囲気になっていますでこれ起毛感がほとんどなくて表面のこの毛羽立ちが全然ないニットになっているのでかなりこうスウェット っぽいようなな雰囲気にに見えるニットになっておりますサイジングもですね通常の,そのビジネス用のニットとかと比べるとかなりゆったりしているのでほんとスウェット感覚で着れるストレッチ性の高いニットって思ってもらえればいいのかなというふうに思いますしこっちのモデルと比べても加工感は全然ないクリーンな雰囲気になってますから、まあ、モノトーンのスタイリングとかで、まあ、小綺麗に大人っぽく合わせたい人にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますしヴィンテージの製品加工がしてない分これ安くて2,290円なかなか あのお値打ちでいいいと思います着てみましょうはい着用するとこんな感じでございますサイズはこれ XL 選んでこのぐらいです 175cm 66kg でで XL 選んでますさっき言うの忘れましたけれどもヴィンテージ加工のさっきのモデルウォッシュド V ネックカーディガンとウォッシュドクルーネックセーターに関してもどちらも XL サイズを選んでおりますちょうどいいですね XL とか選ぶと少しこのネックがね開いてくれるのでワンサイズアップがやっぱりおすすめですね僕だけ L サイズ選ぶんですけれども普通の ものだったら L でジャストなんですけどワンサイズアップするとここがね少し空いてくれるのでちょっとセクシーな印象出ますね見ての通りやっぱりクリーンな印象で毛羽立ち感が全然ないのでまあニットっていうよりカット層とかスウェットみたいな雰囲気で使えるクリーンなアイテムになっていますでもサイズ感とかは今のトレンドに合わせて肩幅少しゆったりさせて身幅も少しゆったりさせてる袖の筒も少し広めになっていて、まあ、程よくリラックス感が出てくれるでなおかつ素材も軽めの素材になっているから秋口 にに来来てててももいいし春先に来てもいいし春先っていうのはさっきと同じですねでこちらコットンではなくてレヨンポリエステルアクリルを使っているのでさっきのモデルと比べると天然繊維が入ってない分安っぽい雰囲気は少し感じるんですけれどもただあの目の詰まった生地感で光沢感があるのでそんなに気にならないんじゃないかなというふうには思っていますでプラスですねカーディガンタイプこれ素材違うんですけどカーディガンもやっぱり同じようにですねクリーンなモデルが存在していますウォッシルルカーディガン長袖これアクリルとポリエステル ベステルのコンボになっていてい2,990円ですデザイン的にはですねさっきのよりもだいぶおとなしいですねインサイドアウトみたいなその裏返してるみたいな始末にもしてないですし本当にこうシンプルでクリーンなあー光沢のある機毛感の少ないニットを使ってですね、えー、作っているクリーンなニットになっております。 全然悪くないいと思いますボタン類とかもやっぱりこう何ていうかリアルにちゃんと作り込んでいてあんまり安っぽくならないようにしてるのがいいですね GU って今までは結構こう安っぽい素材感とか多かったと思うんですけどここ2年ぐらいで急激に進化していていかにもティーンが着るような安い素材みたいなのは もう本当に店頭から姿消してますねめちゃくちゃやっぱり高見えするようにできてるしまあ2,000円のニットですからね限界はもちろんあるんですけれどもただぽく見えるようにはしっかり作ってあるから結構その何て言うか2,000円のニットって、まあ、やっぱりちょっと安っぽくてペラペラで嫌だなと思う人もいると思うんだけどそういう先入観なく見てもらえばいいかなというふうに思います本当にこう最近の GU 頑張ってくれてるんじゃないかなというふうに思いますちょっとね袖が少し長めの仕様になっているんですけどこういうふうにリブを折り返して使ってもいい し、長めが好きな人は伸ばして使ってもいいしっていう感じになってます僕は袖長めの方がちょっとインポートブランドっぽくて好きなので、まあ、こう長めにして使いますけれども折り返して使うこともできる始末になっています続きましてシャツですねボッシュドシャツかっこデニム2290円でございますこれかなりいいですねちょっと着てみましょう着用するとこんな感じですね今回ここののデニム L L サイズを選んでこんでででででなぐぐららいいいす。結構かも全然いい かなと思いますがまあ、オーバーで着ても可愛いと思いますっていうのもこれデニムねかなりライトオンスになってるんですよ相当薄手になっていますまあ、こういうデニムのアウターって動画で見たりとか通販の画像とかで見ると判別できない部分があって実際買ってみると結構厚手だったとか割とあると思うんですけどこれに関しては本当シャツですねアウターっていうよりもデニムシャツでかなり薄めに仕上がっているので落ち感があるんですよ薄めの素材をこういう風に ハードに加工をかけてるからかなりその表面がこう毛羽が落ちててこうツルっとしてるので落ち感が強く柔らかい素材感になってますなのでまあオーバーサイズで着ても多分そんなにこうダボダボして見えないのでまワンサイズツーサイズ上げてちょっとこうストリートっぽく着てもいいですしシャツ生地なのでまこういう風うにそあのあんまりこう大きくしすぎないで大人っぽく合わせるのもありなんじゃないかなまあ、どっちもありですね着こなし方次第だと思いますけどでステッチもですね前立てパー パーツがなくてシンプルになっていたりだとか。まあなんかこう全体的に大人っぽい仕上げになっています。なんかイメージ的にはアクネっぽいですね。アクネのデニムシャツみたいですね。で、ボタンもまあ、デニムシャツなんだけど、ちょっとドレスっぽいシャツボタンになドレスっぽいボタンになっていて、まあ、なんか全体的にクリーンな印象ですね。かっこいいと思います。これまあ、アウターとして使うことも全然できるしまあ、インナーとして使うこともできる。 ちょっとこう。広めに v ネック開けて少しこう。インナー見せてネックレスとか出してね。まあ、こんな感じでちょっとこう。ストリートっぽくまあ、バレンシアガっぽくね。来ても可愛いんじゃないかなという風うに思いますね。これいいアイテムだと思います。ヴィンテージ感も本当にリアルでですね。あの、とても自由とは思えないですね。すごくこう丁寧に。 ヴィンテージ加工されていてまあ当たりがね複雑についてるとかってことはないんですけども均一によって色落ちしてるような製品加工ですけれどもまあしっかり手間もかかっていてよくこの値段で出せるなって感じがしますね素材ももう明白なので、まあ、高級感もあってやっぱ加工感もすごくリアルに仕上がってますねこれストレッチデニムとか使っちゃうとどうしてもやっぱストレッチデニムの色落ちの仕方って何ていうか安っぽく見えるので 名ののい,いデニムの生地使ってですね色落ちさせてるのでなんか全然安っぽい印象がないから大人でも着れるんじゃないかなというふうに思います最近の GU 昔と違ってあんまり派手なサイジングにななにっていいいのもいいですよね昔の GU ってもう本当ビッグサイズに取り憑かれたみたいな信じられないぐらいの,あのでかいサイズのものとか出してましたけど最近はねちょっと控えめになってきて程よいリラックスぐらいになってるから幅広い年齢層 と幅広いコーディネートに対応できるんじゃないのかなというふうに思います、まあ、僕もシャツだったら、まあ、あんまりどでかすぎるよりもこのぐらいのリラックス感の方がまあ着やすくて好きですねなんだかんだ活用できると思いますさあ最後シャツもう一方いきましょう最後はーー2290円でございますこちらも着てみましょう L サイズ選んでますはいこんな感じですね やっぱり同じようにです、ね、オーバーサイズまあオーバーっていうかリラックスぐらいですかねリラックスサイズのストライプシャツになっていますストライプの具合とかブロードの素材感とかも光沢があってなんかストライプのパターンもすごい高級感があってなんか GU のアイテムにあんまり見えないのがいいですねただこれ綿100ではなくてポリエステル缶になってるので、まあ、風合いは綺麗にごまかしてはいるけど、まあ、やっぱり見る人が見れば服好きな人からすればまあ もう一歩高級感欲しいなと思うところではあるけど十、まあ、ま十分十分じゃかなとも思いますポリエステル入れると、まあ、洗った時にですねシワが本当に入らなくなるので洗いざらしできてもこのままだしずっとこうケアのする必要がないっていうのも、まあ、いいとこですよねポリエステル入れるととどうしてもそのちょっとね。 コットン100とかのブロードと比べると若干その安っぽさは出るんだけどその分ケアしなくていいアイロンかけなくていいっていうのが出てくるのでどっちを取るかっていうのは難しいところだと思うんですけどまあ自だったら確かにこっちの方がいいなと思います。 本当にこだわる人はねあの別に自由じゃないブランドを買えばいいだけなのでシルエットもね程よいサイズ感でいいと思うしストライプもねあんまバランスが悪くなく色数もねそんなに増やしてないストライプなので色ストライプもさ色が増えると途端になんかこうやぼったく見えたりもしますし合わせにくかったりもしますけど、まあ、単色のストライプなのであんまりこう複雑な印象も出てこないですしかといってビジネスっぽくもならないのでサイズ感的に。す、まあ、すごく使いやすいいやアイテムなななんじゃないかなと という,ふうに思いいますいや本当に GU いいですねえー、どんどんシーズン重ねるたびにクオリティがアップしてきて今年の秋冬めちゃくちゃいいです、まあ、以前ね MB チャンネルの方で GU の新作プレスルームに行ってレビューしてる動画もありますけれどもそこでかなり先の発売のものまで見てますけど本当にクオリティ上がってます是非チェックしてみてください今回紹介したアイテムも基本的には外れないんじゃないかなと思っておりますえー、概要欄の方に今回紹介したアイテムズラっとあります ありますので気になったらぜひ URL 飛んでみてくださいえ私メンバーシップやっておりますメンバーシップではさらにディープなお話たくさんしておりますので服を専門的に勉強したい方はメンバーシップ参加してみてくださいえまたこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お忘れなくまたお会いしましょう MB でしたバイバイ